青倉です。東京都つつじが丘大関にて買ってきました。お勤め品のいちごと、よいしょ、バナナこれ二重になってまして、これ自体は780円で青いまま売られてるんですけど、これ、90円、まあ、421円ぐらいですねになってますので買ってきました。この2つを食べて、このお家での東京都つつじが丘でのお家の動画は最後にさせていただきます。というのも自分ちょっと千葉に引っ越しまして、このお家大変東京新宿とかに近くて重宝しているというか、とても良かったんですけど、ちょっと傷病手当がね、もう自分退職してからしばらく経ちますので、傷病手当がなくなる、このお家に住むことができなくなる、生活保護への道が一歩近づくということで、ちょっとね、家賃を一人で払っていける状態ないので、このお家を離れないといけなくなってしまったんですよ。というわけで、まあ引っ越しをするのための不用品回収をね待ってるんですけど、不用品回収の方々がちょっとまだいらっしゃらないので、まあ小腹を満たすために買ったこれを食べながら、ちょっとその人たち待っていきたいと思います。お家はですね、現状もうお掃除を大体済ませて、あとリビングだけちゃちゃっとやっちゃえば終わりかなぐらいで、それで立ち会いが3月にありますんで、3月になったら、まあ、この家を出ていく、正式に出ていくっていう感じですね。今もう2月なんですけど、まあ、2月の時点で、まあ、次住むお家を決めて千葉の方に引っ越しますんで、これからは、東京でのなんだろうな、飲み会とか動画撮影少なくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、自炊とかをねやっていけたらいいなと思っております。自炊するほど元気があればなんですけどねまあちょっと悪い冗談は置いといて、まあいちごから食べましょう。まあとか言いつつね、お勤め品なんで期待はしないっていうか、これはぐじゅぐじゅなんでもうやめときましょう。他の食べようね。よいしょ。でかいね。こんなにあるよ。自分の手がだいたい15センチなんで、いちごが3つ分ですね。3センチ、違う、3つができない。いただきます。うまっ。あ、ジューシー。うん、非常に美味しい。いやー、もう物がなくなると、すごい響くんですよね。声が何にもないってすごいですね。いつもね、この、ここの上にある換気扇から、外のね、バイクの音がブン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 響いてたわけですね。外に繋がってるということがすごくよくわかる。この換気扇、あっちに繋がってるんでしょうね。で、この方向から見て皆さん側の後ろの方ですねから、まあ、金曜日かな土曜日かな、それぐらいになると、まあ、生放送中に夜中エッチな声が聞こえてくるっていうね、そういうので有名でしたけど、うん、まあデメリットばっかり言いましたけど、いざ離れるとなると寂しいっすね。ヘラ、非常に美味しい。いやー、この
ツツジが丘あんま離れたくないんですよね。バナナもいただきます。ペンペン、あぶだけだぶだ、なんだっけ、僕が好きな呪文なんでしたっけ、切り裂けのやつです、思い出せない、もういいや。あわー、割れない、すごい強固なバナナだ、割れない、うわうわうわ、うん、私が怪力だったがばかりにこんなになっちまって。このバナナは薬用だと聞きました。普段は緑色なんですけど、こんなに黄色くなってるので、まあ食べれなくはないんでしょうけど、皮も硬くて繊維質ですね。じゃがいものような感じで焼くとうまいみたいな話を聞きましたが、いただきます。うん、カルタババナナ、カルタバナナ、全然生でいけるじゃん。うまんな、あーでも中のこの種の部分っていうんですか、ここに何か芯のようなものを感じますね。形も押し込められてるせいか三角っぽい。普段もちょっとしか生えてない、なんか5本売りとかにされてるバナナよりもかなり短くてギュッとしてますね。普通に売ってるやつはこういうところからカットして3作分とかにして売ってるんでしょうか。これはかなり強固に見えます。裏は熟してる感じがするけど、皮が厚いからそこまでもないかも、そこまで熟してないのかもね。うん、まあまあ、ティッシュティッシュ、あ、これも外さなきゃ。私は ADHD と統合失調のハーフみたいなもんで、なんかね、どっちの悪いところもギュッと煮詰まった感じなんですよ。の割に才能がないというか、なんで、まあね、大体そういうのだと、検査の時に絵が上手かったりだとか、なんかこう特徴的な話し方だったり、なんかこうこだわりがあったりするんですけど、自分にはそれがないと。かぶりの疑惑をかけられただけかけられて、普通の社会人と同じように働かないといけないっていうすごいやばいハンデを背負っていて、いっそのこと病気だと暫定認定してくれればもうちょっとなんだろうな、働きやすいんでしょうけど、まあ他の人から見れば自分は怠惰な人間なわけですよ。何にもできない、ただの26年間何してきたんだと言われるようなタイプだったわけですよね。まあそれとこのドアのこれの話がつながるんですけど、ADHD とかそういう精神疾患の人において、あの物がこうなってしまうというか、見えてる世界がこうなるので、目的のものがここにあって、ここに何か障害物があった場合、これが見えずにこう、あーぶつかった、カチャーン、こぼしちゃった、でも私が欲しかったのはこっちなんですよ、みたいなことが往々にしてあります。でそれはまあ直線上の話なんですけど、自分のこの横の方も結構影響してて、こういう風に飛び出たドアのこのね、よいしょと飛び出たこういうものってかなりぶつかりやすいというか、こういうところにガンってやっちゃう率って高いんですよね、我々で。そうじゃなくても、そういう病気を患ってなくても、こういうところって普通に危ないと。自分の部屋、まあ廊下狭いんで、かなりね、あの体の大きいお友達はこうやって通ってたのを見にしますが、こういうところ危ないんで、さっきみたいにドア
カバーしてたんですよね。それが経年劣化で取れづらくなってて、まだちょっとカスが残ってる。よいしょ。こういうのも綺麗に掃除してここを出たいなと思いますので、まあご飯食べた動画の後であれですけど、掃除してるような場面ご覧ください。どうぞ。というわけでですね、このお家を旅立ちたいと思います。非常にいい街、訂正しよう、いい交通の便がとっても良い場所だったんですけど、で Wi-Fi 完備でね、すごく良かったんですよね。なんですけど、まあちょっと家賃とかね、自分の収入がゼロになるとか、そういういろんな問題があって、でドクター的にも、私がお医者さん的にもまだこう働けない状態と暫定されておりますので、まあ、このお家に
住める収入がないということでお家離れさせていただきます。5、6年間ぐらいですかね。20歳20歳の時に住み始めた町でございますので、5、6年間クソお世話になりました。ありがとうございました。ではこれから別の町に参りますが、ね、何軒かねこの辺りで飲食店も従業員として勤めさせていただいたりしてね、よくしていただいた町ですので、そうですね、皆様にもぜひ遊びに来ていただきたいですね。特に、東京西側に住んでいる方々はここの町、好きになっていただきたいというか見に来ていただきたいですね。というわけで動画を締めさせていただきます。つつじが丘はとっても楽しかったです。ありがとうございました。またご機会があれば、来たいと思います。飲みには来ると思うんですけどね、ちょっと遠くなっちゃうんで、機会があればまたここに、来て飲んで、もう引っ越したの何年前かみたいなお話なんてできたらなって思います。ありがとうございました。ファイト戦う戦えよ。